明日開始される東京電力福島第一原発にたまる処理水の海洋放出をめぐり、福島県の漁業関係者などが放出の差し止めを求めて提訴すると弁護団が明らかにしました。復興の兆しを見つけているところ、ここにまたこのような問題を国が勝手に持ち込んでくる、福島をどこまで愚弄するんだという怒りでいっぱいです。訴えを起こすのは福島県の漁業関係者などで、処理水が海洋放出されれば風評被害で漁業活動が害されるなどとして、国と東電に放出の差し止めを求め来月提訴するとしています。弁護団は政府と東電が2015年に処理水について関係者の理解なしにいかなる処分もしないと約束したにもかかわらず放出を強行するつもりだと批判し、原発事故に続く二重の加害だと訴えています。